の冷たいミルクを入れて飲むのが今のマイブームです。 MC の JLCDGF カオルです。講師はコウさんにお願いしてます。 JISDICY コウです。よろしくお願いします。コウさん、今日からいよいよ符号の打ち方の練習になりますね。皆さん、符号は覚えられましたでしょうか。はい、符号を覚えていないと送信ができませんので、十分な受信練習が必要です。キーはバグキーや複式などのいろいろな種類のキーがありますが、最初使う方はやはり、縦振り電源かエレキーが使いやすいと思います。今日は縦振り電源の操作の練習ですね。縦振り電源はまず最初に送信の時に使う手を決めます。これは右手か左手か皆さんの打ちやすい方の手で決めていただければ結構です。送信練習の前に電源の設定をします。まず最初に接点間隔ですね。このカバーを開けるとここに接点間隔を変えるネジがあります。接点間隔を決めるときにハガキを1枚差し込んで少し余裕があるぐらい、だいたいハガキ1枚か2枚が入る程度の間隔が良いと思います。次にバネの強さですが、このネジで調整をします。このネジを回して、強い目、柔らかい目を決めるわけです。最初の場合は少し、強い目のバネの強さが良いと思います。それから、ここにつまみがありますが、指の置く位置はつまみの前から3分の1程度のところ、ここに置きます。そして親指は、下から支えるように置きます。キーの叩き方ですが、こういうふうに指先で叩くのではなくて腕で叩くわけです。こういうふうな叩き方になります。この練習をしましょう。腕を下げるような気持ちで叩きます。最初は端点の打ち方です。腕は直角になるように置きます。手首を効かせて端点はトンと打ちます。こういう打ち方ですね。接点の音がカチンとなるように力強く打ちます。この打ち方が基本的な動作になります。基本ができていないと正確な符号や速い符号が出せませんので、この動作が身につくように頑張って練習してください。次に頂点です。端点と頂点は1対3の比率で打ちますが、意識せずに今まで聞き取り練習で聞いた符号と同じ符号が出せるように練習します。綺麗な符号が出せるには、綺麗な符号を頭に入れておくことが大切です。それでは頂点を打ってみます。このような打ち方をします。頂点の打ち方が分かったところで、A から順番に符号を打ってみます。無線機へつないで、音を出してみます。
ように、符号を出しますが、最初のうちは、うまく符号が出ないと思います。うまく符号を出すためには、ちょっとしたコツがあります。まず A ですが、口で、A の符号を口ずさむわけですね。とつとつとつ。 B はつとっとっとつとっとっと。このように、口に出して同じように、キーを叩くと比較的正しい音が出ると思います。このように十分練習して、きれいな符号を出すようにしてください。きれいな符号が出せないと、相手曲に取ってもらえませんので、頑張って練習をしましょう。